サンピープル一枚ニュートで輝く平野翔のファッション LV スタリーナイトの秘密とは平野翔のスタイル進化ルイ・ヴィトンのアイテムで表現する個性とエレガンス平野翔が MC を務める番組サンピープル一枚ニュートが大変な話題となっていますが特に彼がルイ・ヴィトンの衣装を着用していることが注目を集めています彼の衣装について詳しく見てみましょうまずは イチアブノさんという型番のタキシードジャケットです。このジャケットは約50万円もする高級品です。パーティーやフォーマルなイベントに欠かせないこのジャケットは、サテン素材のラペルと全体に施された LV スタリーナイトのデザインが特徴です。この洗練されたデザインは、同じパターンのパンツと合わせることで、さらに一層引き立ちます。次に紹介するのは、 同じく LV ・スタリー・ナイトのデザインが施されたタキシードパンツ 1ABJV さんですこのウール製のパンツは約18万円でエレガントな装いには欠かせない一品です各客にサテンのバンドがついており控えめに散りばめられた LV ・スタリー・ナイトのモチーフが特徴です同じデザインのジャケットやジレと合わせることで統一感のある華やかな装いが完成します 彼の衣装に込められた細部へのこだわりは、ファッションに対する真摯な姿勢を物語っています。平野翔が選んだタキシードジャケットやパンツは、単なる衣装ではなく、彼自身のスタイルを象徴するものであり、特別な意味を持っています。LV ・スタリーナイトのモチーフは、夜空の星踊り地を思わせる美しいデザインで、彼の輝かしいキャリアと未来を象徴しているかのようです。また、 M7 万9089の型番を持つ LV スタリーナイトのネクタイも紹介しますこのネクタイは約3万4000円でシーズンコレクションの一部として登場しました黒いシルクで作られておりルーレックス糸で織られた精巧なモノグラムパターンが施されていますこのアクセサリーはダークスーツと完璧にマッチし上品な雰囲気を演出しますそして 最も高価なアイテムとして紹介するのが99万3923の LV ボルトワンネックレスですこのネックレスは約80万円もします18系ゴールドで作られており小さなダイヤモンドが散りばめられています調整可能なチェーンと組み合わせたデザインで LV の文字が立体的に配置されその中央には精巧にカットされたダイヤモンドが輝きます このネックレスは同じコレクションの他のアクセサリーと組み合わせることもできます。また、LV ボルトワンネックレスは、彼のスタイルにさらなる豪華さを加えています。このネックレスは、18系ゴールドとダイヤモンドが贅沢に使用されており、そのデザインはシンプルながらも非常にエレガントです。平野章の首元で輝くこのアクセサリーは、彼のカリスマ性を一層引き立て、見る者を魅了します。 最後に紹介するのは2020年に発売されたルイス・ヴィットンのブラックスタッフシャツですこのシャツは現在では入手困難なレアアイテムですが平野紫がいかに長くルイ・ヴィトンを愛用しているかを示す一例ですこのブランドは時代を超えてもなお彼のスタイルに影響を与え続けていますこのように平野紫が身につけているルイ・ヴィトンのアイテムはどれも高級感あふれるものであり 彼の魅力をさらに引き立てています。彼のファッションセンスとルイ・ヴィトンの洗練されたデザインが見事に融合し、多くのファンを魅了していることは間違いありません。平野紫が身にまとうことで、ルイ・ヴィトンの魅力が一層引き立ち、多くの視聴者やファンに強烈な印象を与えています。彼の選択は、常に洗練されており、細部にまで気を配った完璧なコーディネートが見て取れます。例えば、 ジャケットのサテンラペルとネクタイのルーレックスモノグラムが絶妙に調和しており、一つ一つのアイテムが統一感を持って組み合わされています。これにより、彼の装いは単なるファッションではなく、アートの域に達しています。彼のファッションセンスは、ただ高価なアイテムを選ぶだけではなく、どのようにそれらを組み合わせて自分らしさを表現するかに重点を置いています。これは、 彼がファッションに対して持つ深い理解と情熱を示しています。平野翔は、ルイ・ヴィトンのアイテムを通じて、自分自身の個性やスタイルを見事に表現しており、その結果、多くのファンが彼のファッションに惹かれています。さらに、彼が選んだアイテムは、すべてが一貫したテーマを持っており、それぞれが相互に補完し合うようにデザインされています。これは、彼のスタイルが単なる流行の追求ではなく、 彼自身の内面面とと外のの調和をを追求ししてていいることを示しています彼のファッションは彼自身のストーリーを語るものでありその一つ一つのアイテムが彼の個性や信念を反映していますまた平野翔が MC を務めるサンピープル一枚ニュートでのパフォーマンスは彼のファッションセンスをさらに際立たせる場となっています彼の衣装選びは番組のテーマや雰囲気に合わせて細かく調整されており 視聴者に強烈な印象を与えています彼の登場シーンでは衣装が一層輝きを放ち彼の存在感を一層引き立てています平野翔のファッションは彼のキャリアだけでなく彼自身の成長や変化も反映しています彼が選ぶアイテムやスタイルは時折変化しながらも常に彼自身のエッセンスを失うことなく保たれています彼のファッションへのアプローチは 自己表現の一環であり、彼の成長とともに進化し続けています。最後に、彼がルイ・ヴィトンを愛用している理由の一つとして、そのブランドが持つ歴史と伝統への敬意が挙げられます。ルイ・ヴィトンは、長い歴史の中で培われた技術とデザインの融合により、常に革新と伝統を両立させてきました。平野章もその精神に共感し、彼自身のスタイルに取り入れています。このように、 平野翔のファッションセンスとルイ・ヴィトンの魅力が見事に融合し、彼の存在感を一層引き立てています。彼の衣装は、単なるファッションアイテムではなく、彼自身のアイデンティティを表現する重要な要素であり、多くのファンにとっても憧れの的となっています。平野翔の今後の活躍と、そのファッションスタイルの進化にも期待が高まります。彼のファッションがどのように変化し続けるのか、 そしてどのように新しいスタイルを見せてくれるのか、ファンは目が離せません。彼のスタイルは、単に高級なブランドを身につけるだけではなく、それをどのように自分自身のものとして昇華させるかに重点を置いています。平野章のファッションに対するアプローチは、まさにアーティストとしての視点に近いものがあります。彼は、ルイ・ヴィトンのアイテムを使って自己表現を行い、 それが彼のパフォーマンスや日常生活においてどのように反映されるかを考え抜いています。例えば、彼が選んだジャケットやパンツのデザインは、シンプルながらも洗練されたものです。それは彼自身のスタイルの象徴であり、また彼のパーソナリティを反映しています。彼の選ぶアイテムは、常に品質やデザインに対する高い要求を満たしており、それが彼の魅力を一層引き立てています。また、 彼が身につけるアクセサリーも同様に彼の個性を引き立てる重要な要素となっています LV ボルトワンネックレスはそのシンプルなデザインの中に細やかなディテールが詰まっておりそれが彼のエレガントさと力強さを象徴していますさらに彼が MC を務めるサンピープル一マイニュートでの彼の存在感は単にファッションだけでなく彼のパフォーマンス能力や人間性をも引き立てています 彼の衣装選びは番組のテーマや彼の役割に合わせて細かく調整されており視聴者に対して一貫したイメージを提供しています彼の衣装が番組のビジュアルスタイルと調和し彼のパフォーマンスがより一層輝きを放つことで多くの視聴者に強烈な印象を与えています